林の中の近隣草地の近隣近隣とは、キノコが地面に感情をなして発生する現象、あるいはその輪自体のことである。金冠とも呼ばれる。英語では、フェアリーリング、フェアリーサークル、エルフサークル、ピクシーリングなど、妖精の輪と表現される。近隣は時として、直径10メートル以上にもなり、構成している菌類が生育し続ける限り、安定である。 特に大きな金林では直径600メートル、近体の総重量は100トン、金林としての年齢は700歳にも達した例がフランスで報告されている。また、イギリス南部では雪割がやはり年数百年の金林を形成したと報告されている。金林は主に森林内の地上に見出されるが草原や牧草地にもしばしば発生する。金類の肉眼的な 古実体の配列として視認できるほか、層が感情に故死したり、逆に草が徒長したりすることでも人目につく。このような金輪が発生した地中には、抗生菌の菌子体が発達している。金輪が形成される仕組みについては二つの説がある。一つは、胞子が着生、発芽した地点から菌子が放射状に伸び、古くなった中心部分から順に死滅していくことで、 周焉部分が感情に残るというものである。そして気温や地温、水分、光などの条件が整うと、地中の菌糸から小実体が形成され、再び胞子が放出される。胞子の発芽から小実体が発生して、菌林が形成されるまでには、時として数年を要する。地中の菌糸は、小実体を作るだけでなく、その場に生える草を潮礼させたり、 変色させたりすることもある。このような金輪を構成する菌子の細胞間には核壁がないものもあり、その場合は金輪全体が高く体、つまり多数の細胞核を持った巨大な史上細胞となる。二つ目の説は日本における松茸の生態調査の成果をもとに提唱されたものであり、金輪はキノコの楕円形のコロニーがつながってできたとするものである。 このコロニーの連なりが小屋園を形成すると、コロニーは同心園上に拡大していく。このような仕組みにより、近隣は基本的なリング状をなす以外に、小屋に重個、釜型、その他の複雑な形状をなす。近隣を形成するキノコはおよそ50種であると言われている。広く知られたものとしては、芝二毛があり、英語でフェアリーリングマッシュルームと呼ばれている。 近隣の形成に伴う芝の火星長草原の養成のリング前述のように地中に近隣が形成されるとその上層の草が枯死しそれによって近隣の存在が認識されることもあるこれは菌糸が草の根の表面を覆ってしまい草が乾燥に耐えられなくなってしまうなどの理由による他にも菌類が土中の窒素原などの養分を使い果たしてしまうために 草が変色する場合もある。菌類の中には、植物ホルモンの一種であるジベレリンを産生する種も、あり、この場合は逆に菌類の周囲の植物の生育が、異常に良くなる現象が見られる。しばしば菌類を形成する性質を持つ、小紫しめじから発見されたニアザヒポキサンチンにも、植物の成長を促す性質があり、植物の成長促進剤として期待されている。 菌林には大きく分けて2種類のタイプがある。一つは束縛型と呼ばれるもので樹木の細根に依存して生育する菌根菌によって形成されるタイプである。一方草地に形成される菌林の原因となる菌の多くは自由型に属し他の生物に連結してはいない。このような菌類は不正菌と呼ばれる。付近の植物に対する影響は菌の種類によって異なる。 例えば、スミレホコリタケの場合は、草の成長が促される。逆に、カヤタケ族の一種クリトサイブギガンテアでは、草がしおれてしまう。近隣は、フェアリーリングスと英語で表現されることからもわかる、通り、各国の神話や民話の中に多く登場する。イギリスの民話では、近隣は、エルフ・フェアリー・ピクシーといった妖精たち側になって踊り、 草を踏み鳴らした痕跡であると語られている。アイルランドの詩人であるウィリアム・バトラー・エイツは、近隣についてこう記している。ザ・フェアリーズ、ダンス・イン、エープレイス・アパート、シェイキング・ザ・ミルク、ホワイト・フィート・イン、エイリング、いくつかの伝説では、近隣のキノコにカエルが座って毒をまくのだと伝えられている。従って、これらのキノコは、トザ・トゥールと呼ばれている。他に、 サセックス州では、ハグトラックス、デボン州では妖精たちが馬を乗り回した後で、あるなどと言われている。スカンディナビアの民話では、近隣は、妖精や、魔女の仕業だとして、アルバダンサー、すなわち、妖精の踊り、妖精の輪、魔女の輪などとされている。他のヨーロッパ諸国、例えば、ドイツでも、ヘクセンリング、フランスでは、ロンドデソースイヤーと綴られ、いずれも意味するところは、 魔女の輪である。このような表現は、これらの輪は、魔女の集会所を意味するという中世の考えに基づく。オーストリアでは、ドラゴンのトエが地表を焦がしたものである、という多少異なった解釈がされている。このような民話は、チェコ、スロバキア、ポーランド、ロシアなどの中央、東欧各国にも存在しており、チェコでは、チャーデアネクルー、ドラゴンの休息の場であると伝えられている。 もう一つのパターンとして、近隣は妖精の世界への入り口であり、別の場所や過去、未来へ行き来できる扉であると解される場合もある。また、肌が荒れるという迷信から、若い女性は近隣の草の炉に触れてはいけないと言われる地方もある。ありがとうございます。